AMPM はアメリカ合衆国を中心に世界展開するコンビニエンスストア。AMPM を併設した ARCO のガソリンスタンド1978年にアメリカ合衆国の石油元売りのある子がガソリンスタンドの集客力を上げる目的でコンビニを併設させた店舗をカリフォルニア州に開店した。店名の由来は 午前でも午後でも関係なく24時間営業することから。アルコは1980年代にガソリンスタンドにコンビニエンスストアを併設する事業モデルを積極的に導入した。アルコが BP アモコに吸収合併された後は BP 系列のガソリンスタンドに展開した。そのため欧米ではガソリンスタンド併設の店舗が多い。現在、 アメリカ西海岸を中心に1000店舗以上が営業している。アメリカでの運営会社は BP の系列会社である BP ウエストコーストプロダクツ LLC。フランチャイズ店はメキシコ、ブラジル、アルゼンチンにも存在する。韓国では SK グループが自社のガソリンスタンド内店舗としてチェーン展開をしていたが、その後名称を SKOK、OK、マートに変更したため消滅。末期には、京議電鉄線、雪き駅に1店舗あったが、GS25 になりすべて消滅した。台湾でも、あること台湾企業との合弁で、安品長賞として開店したが、損失が膨らみ1995年台湾から撤退した。日本では、1990年より、 共同石油出資の株式会社 AMPM ジャパンが事業展開を開始。2004年にレインズインターナショナルへ資本移動後、2009年に伊藤忠商事が経営権を握るファミリーマートが同社を完全子会社化した。2010年3月1日付で同社に吸収合併され、ファミリーマートが事業展開する AMPM ブランドのコンビニエンスストアチェーンとなった。 その後 AMPM 店舗はファミリーマート店舗への転換もしくは閉鎖が進められ2011年12月10日に大阪文野市と水田市の最後の2店舗が閉鎖され日本国内から消滅した AMPM 南急報事町三丁目店日本における AMPM の展開は共同石油 AMPM ジャパンファミリーマートへと変遷した 共同石油社長の長島一世は、1980年代にアメリカ合衆国でコンビニエンスストアを併設するガソリンスタンドが普及していたことに着目し、アモコから AMPM のライセンスを取得、1989年から日本国内での AMPM のコンビニ事業を開始した。翌1990年には AMPM ジャパンが設立されている。 日本一号店の出店1989年6月、日本一号店として、AM、PM 日吉店がオープンした。この一号店は、ファミリーマート日吉本町店として現存する。なお、日吉駅前のファミマ店舗は、サークル K サンクスとファミリーマートの統合後、AM、PM 日吉店から転換した、日吉本町店、元からのファミマ店舗、日吉駅前店。 2017年10月5日にサークル系日吉二丁目店から転換した日吉二丁目店の3店舗が隣接することになった。都心部へのドミナント出店日本における店舗数は2007年12月末時点で約1170店舗で業界8位であった。当初、都市型コンビニとして他社と差別化を図り、郊外にはほとんど出店せず、再三の見込める 都心部を中心にドミナント出店を行った。そのため、一時期は東京都心のオフィス街、特に虎ノ門や天王ズアイルなどには、同社以外のコンビニはほとんど見当たらないという独自性もあったが、やがて他社の追随によって独自性が薄れていった。また、賃料が高く続いたため利益率は低いとされていた。AM、PM では、 本社直系の店舗が首都圏とその周辺、エリアフランチャイズにより、京阪神、三重県以外の近畿地方、九州地方へ、ドミナント展開していた。そのため、山梨県以外の中部地方と北日本地方、中国、四国、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県には出店していなかった。また、茨城県は、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、森屋駅、 研究学園駅、筑波駅と阿美町の東京以下、大学茨城医療センター内の4店舗のみであり、路面店舗はなかった。水戸市にも店舗はなく、関東地方の県庁所在地で唯一未出店だった。中国地方では、広島県のフードスタイル数店舗を除いて出店していなかったが、フードスタイル店舗は後に、モラドールに改称した。国内店舗でも路面店は、 原則24時間営業だったが、オフィスビルや商業施設、駅構内などに、テナントとして入居する携帯の店舗は24時間営業ではなかった。また都市部中心という特性から、最寄り駅から離れている都心部以外の店舗でも、近隣の他社コンビニでは、完備されている駐車場の設置がされていない店舗が多かった。郊外店舗では、共同席 UK だったため、 京積サービスステーションに併設される場合が多かった。鉄道会社との提携 JR 九州の子会社である JR 九州リテールや近畿日本鉄道の子会社だった AMPM 近鉄は提携フランチャイズ会社であった。そのため首都圏以外では JR 九州近鉄の駅構内及び沿線に多く出店していた。その他の鉄道会社では京成電鉄、 東武鉄道、相模鉄道、首都圏新都市鉄道と提携していた。2008年1月からは東急電鉄と業務提携し、東急電鉄をパスモ電子マネー電子マネー事業者として、コンビニでは初のパスモ電子マネー決済サービスを首都圏の店舗で開始している。この東急電鉄との業務提携により、東急沿線にも多く出店するようになった。 ただし、AM、PM と提携する他の関東施設の各駅や関連施設などの店舗では、各鉄道会社との契約で、パスモ電子マネーを導入する。なお、パスモ電子マネーは2007年3月18日のサービス開始時より、首都圏 IC カード総合利用サービスにより、スイカ電子マネーとの総合利用が可能であり、パスモ決済を導入した店舗ではスイカでの支払いも、 利用できる。先駆的な取り組み AM、PM の先駆的な取り組みとして以下の点が挙げられる。2010年代以降、コンビニなどでの期限切れ食品の廃棄による食品ロスが社会で広く問題視されるようになり、少子高齢化によるアルバイト店員の人手不足も深刻な問題となっている。また、諸外国に比べて立ち遅れている。 日本国内の電子マネーやスマホ決済等によるキャッシュレス社会の推進も盛んに謳われるようになった。AM、PM は2011年末に全店閉店しているが、都市型コンビニとしての利点を生かし、大手コンビニチェーンに先駆けて、このような時代を先取りした取り組みを行ってきたことは特筆される。事業上とと閉店2004年にレインズインターナショナルの子会社と、 なる。その後は、住宅街を中心に新規展開し、また新業態の開発にも意欲的であることをアピールしており、フードスタイルのほとんどを撤退する代わりに2008年5月までに AP エンタを50程度出展する予定と2007年8月29日の日経流通新聞で報じられた。2009年3月にはローソンによる買収計画が持ち上がるが、 米法人 AMPM インターナショナルとの合意が成立せず白紙撤回。同年11月にファミリーマートがレックスホールディングスと買収契約を締結。同年12月に AMPM ジャパンはファミリーマートの完全子会社となった。翌2010年3月にファミリーマートに吸収合併され、法人としては解散。店舗は順次ファミリーマートに転換され、 2011年12月10日に AM、PM の全店舗が閉店した。ファミリーマート店舗への転換後は、AM、PM 時代に鉄道会社との提携により展開し、ファミリーマートへ転換した店舗と、それ以外のファミリーマート店舗が駅構内などに併存するケースもある。一例として AM、PM と提携していた京成電鉄の八0 0台,台駅では、 QAM、PM 店舗の、京成や千代大駅構内店と、駅売り店、ミニショップから、ファミリーマートへの転換第一段店舗、京成や千代大店が共に営業している。同様の事例は、AM、PM と提携していた東武鉄道などでも見られる。1990年代より、他社にない商品やサービスにより大手コンビニチェーンと一線を、各た店舗運営を行っていたが、 時代のニーズに沿わないなどの理由で終了するものも多かった。電子マネーの導入に早くから取り組み、コンビニチェーンとしては初めてエリ、ID、パスモなどの電子マネー決済に対応した。レックス3回リしてからは、弁当類は、ロングセラーからレギュラー化しているメニューと短期間で、入れ替わるメニューで構成されるようになり、飽きが来ないように工夫している。また、著名人がプロデュースしたとする。 取れたてキッチンやタレントを起用したポップで進めるヘルシー志向のサラダなども登場している。食品電子マネー決済アポインツアポインツはソネットエンタテインメントとの提携により2003年から首都圏店舗を中心に設置されたインターネットギ用スク端末で店舗で入り口やアイスクリームショーケース付近に置かれている。黄色いカバーを タッチスクリーンの液晶ディスプレイの外枠にかけて目立たせた形をしておりディスプレイの裏側の棚に制御する PC が配置されるというマルチメディアキオスク端末とは異なるシンプルな構成となっている通信回線も MMK で用いる専用線ではなくソネットの ADSL を用いた普通の公衆インターネット回線でサービスを提供している CN プレイボックス1995年より店頭に設置された電話機を通してオペレーターがチケット類の注文に応じるサービス。旧称はトレタテレジャー情報ボックス。旅行会社ビッグホリデーのグループ会社であるコミュニティネットワークが提供している。なお、九州内の店舗では CN の取り扱いをしていない。店員が専用パソコンを操作することで オペレーターが発注したチケット搭乗引換券、バウチャーの受領と代金の支払いがその場のレジで行える。インターネットによる直販化が進み利用者が減少したことから、末期にはサービスや設置店舗を縮小していた。2008年9月まではエディによる支払いが可能で、それ以降は現金払いのみとなっている。2001年にジャパンエナジーの一部ガソリンスタンドに MMK の伊藤和を設置するのに合わせて CN の旅行業とプレイガイド申し込みサービスを MMK 上で取り扱えるようにし将来的には AM、PM のプレイボックスを置き換える構想があったが2003年のアポインツ設置と2004年に伊藤和事業が撤退しファミポートへ置換されたため立ち消えとなったその他物販サービス提携クレジットカード2002年により ソニーファイナンスとの提携カードとして、AM、PM アースエディカードを募集していた。プロパーと同等のエディを機能に加えて、独自の機能として、AM、PM 店舗でのエディ決済時に残高不足となった場合、その場のポスレジで指定額のオートチャージを行えた。2003年から2005年にかけて、郵便貯金キャッシュカードが加わった、AM、 PM アースエディユーチョジョイントカードも募集されていた。ATM 大半の店舗で三井住友銀行、西日本シティ銀行と提携したコンビニ ATM、アットバンクを設置していた。ただし、三井住友銀行の ATM が至近距離に存在する店舗や郵便局内に出店している本郷郵便局店などのように店内にコンビニ ATM が設置されないこともあった。 ファミリーマートに移行した後も、QAM、PM 店舗はアットバンクのままだったが、2014年冬より、首都圏、関西圏店舗で順次、ゆうちょ銀行 ATM に切り替えられた。ゆうちょ銀行 ATM への置き換え対象は、QAM、PM 店舗のみだったため、従来からの E n e t ATM が設置されている、ファミリーマート店舗と AM、 PM からの転換店舗かの識別点の一つとなっていた。後にサークル K サンクスがファミリーマートに吸収分割されサークル K サンクスからの転換店舗やその後の新規開業店舗にも誘致銀行 ATM を導入したケースも発生したため現在はこの規則は崩れている。AM、PM 本格進出に際して BP 系列の本家アメリカの、A、AM PM がガソリンスタンドへの併設点であることから、1990年4月に共同石油の完全子会社として株式会社 AMPM ジャパンが設立された。代表的な略称は AP である。大阪府など西日本地方では別にアンパンとも言われ、どちらも現代用語の基礎知識などの用語辞典で若者言葉の一語として掲載されている。しかしその後、 発足後のバブル崩壊も影響し、当初想定した石油事業との相乗効果が生じず、ガソリンスタンド連携型から一般のコンビニに方向転換。この時期は思い切った都心型出店でなお馳せ、コンビニといえば住宅地というイメージが強かった時期に、現在の都心コンビニの先駆を果たした。2004年8月にジャパンエナジーがグループ企業の金属と株式移転し、 持ち株会社の形で設立した新日光ホールディングスが本業とは関連が薄い事業として持ち株分の過半数以上の AMPM、ジャパン株式を牛角、ドマドマを運営するレインズインターナショナルに売却し同社のグループ企業となった。1990年代から定めている企業理念は飲思考この飲思考からオリジナル商品やサービスで 安心20丸と称している。レインズグループ入りまでは、あるといいな、ガールや、デューイングといった、キャッチコピーも用いられていた。マスコットとして、松下新デザインの犬のキャラクター、デディス君がいた。出店形態主力店舗の AM、PM の他にも、新業態コンビニの実験展開を行っており、次のように展開していた。AM、PM、AM、PM 店は、 下記の店舗形態に分類された、A、AP エンタ。A、AP エンタはコンビニエンスストアとレンタルビデオ店の融合した次世代コンビニというコンセプトの店舗。コンビニに DVD レンタルと書籍販売を複合させた新形態店舗である。平均的な CVS の倍の日版であり次世代コンビニとしての期待が高い。またデザイン的にもレギュラー AM。 PM と15坪規模のレンタル、書籍コーナーが完全に融合しており、これまでの CVS の常識を覆す新しい、スタイルの CVS としても小売業界のみならず、エンターテインメント業界、小ビジネス業界からの注目が高い。2008年4月から新業態店舗のマルゼンキャンパスショップに、商品や DVD レンタルサービスを供給する。マルゼンキャンパスショップは、 山梨学院大学、山梨学院短期大学を皮切りに全国の大学などに出展した。デリスタウンジャパンエナジーと協業した実験店舗で基本的には AM、PM にセルフ式ガソリンスタンドを組み合わせた複合店舗という位置づけである。ガソリン販売を主としている業態に関わらず、ガソリンも通りメーカーの看板を掲げていないため、 ノンブランドスタンドとくくられることが多いが、これは業態ブランドの観点からどこの元売りの影響も受けずに、デリスタウンブランドを作り上げるという意図の表れである。この点は店舗デザインや色彩でも表現されており、デリスタウンのコンセプトとして、コンビニでもガソリンスタンドでもない、中規模型商業施設という概念があるため、ガソリンスタンドでは珍しい、白。 オレンジとコーノステンからは、ダークグレーの3色をメインカラーとしている。デリスタウンの店員は危険物取扱者配置のもと、給油所の監視やサポートと AM、PM の業務を一緒にこなすため、人的コストの面で効率が高いとされている。給油に関わる設備は、ジョモと同じ機材を用いているが、自動洗車機は洗浄水を再利用する独自の機種を採用している。 1999年にジョモのガソリンスタンドを転換する形で東、戸塚店を2002年に新規に大宮店を開店した。開店当初は両店とも取れたて弁当を応用した24時間セルフサービス式のデリスレストランを設置していた。しかし2004年秋頃に撤退し東、戸塚店はイートインスペースに大宮店は2005年に AP エンタ。へ転換された。大宮店では、取れたてキッチンを扱っていない。東、戸塚店は開店当初、OTC 医薬品の販売も行っていたが早期に撤退している。2002年から、エディトリ扱い開始に合わせて、デリスタウン独自のポイントサービスやガソリン代値引きの簡易証機能がついた、デリスクラブエディカードの募集を行った。AP エンタ。 併設店舗では、エンタ、会員証エディカードにデリスクラブが付帯する形となっている。2003年10月には、デリスタウンで提供していた、デリスレストランを中心に提供するダイニングカフェ、AP スタイルが、千代田区一番町に開店した。同社唯一の飲食店業態であり、複数出店を図る計画だったが1年程度で撤退した。2008年には、 AP エンタを組み合わせたコーノス店がオープンした。オートマチックスーパーデリス大学校内に設置されていたオートマチックスーパーデリス中、モズ駅1996年9月、千代田区工事町に無人コンビニデイリース1号店を出店。2003年頃より複数台の自動販売機による24時間無人コンビニサービスの展開を始めた。無人コンビニ または自販機コンビニと呼ばれることもある。従来より食品自販機会社で取り扱ってきたパン類やカップ麺、菓子類に加え、取れたてキッチンや弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜などの日配食品の販売も行える点が最大の特徴で商品の発注処理や消費期限の管理を自動でこなす先進的な自動販売機である。パナソニックフードアプライアンス。 または、富士電気リテールシステムズ製。日配食品を取り扱う関係上、毎日納品を原則としており、通常店舗の納品ルートとは別に専用物流を組んでいる。営業エリアは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県。なお一部の自動販売機はエディでの決済にも対応している。関西県は2007年より、 東京本社から大井で高し水他2名が新規展開を始めた。株式会社、ユカやコカ・コーラカスタマーマーケティング株式会社とタッグを組み、物流構築を神田ホールディングと共に展開。エリアフランチャイジーとの兼ね合いから絶妙な立ち位置で出展を進めていった。主にオフィス、工場を中心とする職域や学校。 遊戯場などの閉鎖証券での展開を中心にしており、一部オフィスビルの共有部などにも設置されている。社員入退室管理を徹底している IT、システム関連の職域の休憩コーナーや売店の無人化省力化として、職域売店、食堂に併設されていることが多い。一般の目に触れるところでは羽田空港第2、 ターミナルビル到着ロビーの自販機コーナー、オーシャン東急フェリーの旅客船、首都高速5号池袋線の南池袋、パーキングエリアなどに設置されている。ファミリーマートとの合併後も継続して営業している。2014年1月現在では約750カ所に設置されており、2015年度末まで2 5 0 0カ所に拡大する計画と報じられている。その後、 2016年11月現在では約1900台が設置されており2019年2月期までに約3000台に拡大する計画と報じられているブルマートブルマートはかつて存在した日本のコンビニエンスストアヤゴーはマスコットのブルドッグにマートを組み合わせたもの現在はチェーンとしてのブルマートは現存しないもともとは宅配牛乳の減少に伴う 牛乳販売店の業態転換を目的に始まったチェーンで出資は雪印乳業が行った株式会社ブルマートが運営やフランチャイズを行っていた。店内商品も雪印商品を中心に取り扱い、雪印物産が納入に関わっていた。利点としては乳製品、評価、ドライグロサリーの取り扱いに力を入れていたこと、 雪印乳業、雪印物産、ブルマトと共通のポスシステムを導入することにより、流通の省力化に努めていた。しかし、元の牛乳販売店の店舗面積が小さいことから、業態転換できた店は、全体の1割程度だった。また、コンビニの主力商品は、弁当やおにぎりといった食品類であり、商品開発が他社に比べて劣り、コンビニとして、 伸びを見せることができなかった。1994年に AMPM を展開する AMPM ジャパンが株式会社としてのブルマートの全株式を取得し、参加のブルマートは順次 AMPM に衣替えが行われた。フランチャイズの契約を解除してブルマートとして営業している店舗もあった。事業再編同業他社の買収合戦2008年。 レックスホールディングスの経営不振と株式会社 AMPM ジャパンが2007年度決算で債務超過に陥ったことから同年9月にコンビニ他社への売却観測が報道され続いて2008年10月11日にはレックスがローソンへ優先交渉権を与えるとの報道が時事通信日本経済新聞朝日新聞などの全国紙で報じられ 2009年2月13日には、駅構内コンビニニューデイズを有する JR 東日本も買収に興味を示しているとの報道がそれぞれなされた。2009年2月25日には、レックス HD とローソンの間で、ローソンが約150億円で買収することで、基本合意。3月13日に、レックス HD とローソンとの間で株式を呼び、 貸付再建上と契約、株式会社 AMPM ジャパンとローソンとの間で、包括的業務提携契約が、それぞれ締結された。しかし、同業他社への売却を認めないという契約条項の存在が障害となり、700店舗以上での AM、PM ブランドの存続を求めた米国法人 AM、PM インターナショナルと合意に達しなかったため、同年5月19日に、 買収の白紙撤回が発表された。株式会社 AMPM、ジャパンではローソンから社長を受け入れるために、藍沢俊彦社長が2009年3月末で退任していたが、買収交渉の決裂に伴い、2009年5月18日に、急遽、本田俊則副社長が、取締役ではないまま代表権のない社長に就任、代表取締役には、 小松崎幸彦レックス HD 社長が兼任している。伊藤忠商事による買収へ2009年11月には、株式会社ファミリーマートとその筆頭株主である伊藤忠商事が AMPM ジャパン買収への協議に入ったことが明らかになった。伊藤忠としては、取引小売店の増加により、商品取扱い量を拡大し、メーカーとの価格交渉力を強化することで、 ローソンの筆頭株主である三菱商事やセブンイレブンと親密な関係にある三井物産との競争を視野に入れたものと見られている。このように一連の AM、PM 騒動は単なるコンビニ買収合戦ではなく総合商社を巻き込んだ争奪戦という構図が鮮明になっていった。11月13日に株式会社ファミリーマートが同社株式を一円で XHD の貸付再建を母家で取得して、正式に買収を発表。12月28日に、株式会社ファミリーマートが、完全子会社化した。ローソンによる買収で問題になったブランド転換、及び、契約条項変更については、米国 AM、PM との同意が取れたとしている。これにより、 伊藤中が関係会社への出資の上事業提携関係を持つコンビニエンスストアの店舗数はファミリーマートが全国およそ8500店舗で2位のローソンの8700店舗に次ぐ規模となっている。このうち首都圏店舗は AM、PM のおよそ500店舗が加わり1700店舗となり全国店舗数主位のセブンイレブンジャパンを上回る数となった。また、 伊藤中は2009年にサークル・ケサンクスの親会社であるユニーと業務、資本提携を締結しており、サークル・ケサンクスの全店舗を加えればセブン・イレブン・ジャパンを上回る全国1万5000以上の店舗数となる。その後ユニーは2012年2月16日にサークル・ケサンクスを株式公開買付によって完全公会社化する方針であると表明。 2016年9月1日付でユニーがファミリーマートと経営統合したことに伴い株式会社ファミリーマートとしては記載とおおむね一致する形に店舗数が変化しているファミリーマートと合併閉店 AMPM からブランド転換したファミリーマート JR 名の浜駅店2010年3月1日株式会社ファミリーマートは完全子会社の AMPM ジャパンを 九州合併した。AMPM ジャパンは合併により法人格が消滅し21年にわたる日本での法人としての活動に幕を下ろしたことになる。買収時点で1107あった AMPM 店舗のうち733店舗を2010年4月より順次ファミリーマート店舗に改装し不採算の374店舗は閉鎖された。近畿地方では AMPM、関西とのエリアフランチャイズ契約が2015年まで残っており、ファミリーマートへの転換は当初未定とされていたが、カッパクリエイト保有の株式がファミリーマートに譲渡されることを受けて事実上、この権利を破棄、解消し、2011年12月10日をもって全店がファミリーマートに店舗統合された。経営統合後も商品群や アットバンク CN プレイボックスアポインツなどは従前のまま継続されたがファミリーマート店舗への転換に向けて徐々に廃止されていった。なおメルマガやスカイライナーの特急券販売などごく一部のサービスはファミリーマート市会社化だった2009年度中に終了している。アットバンクについてはファミリーマートへ転換後も継承されることになり e ネット ATM への置き換えは実施されなかった。そのため、アットバンク設置のファミリーマートが9 AM、旧 a m PM 店舗であることが判別できたが、2014年末から2015年にかけて、アットバンク ATM は順次誘貯銀行の ATM に置き換えられた。その後、ファミリーマートに転換された、Q サークル計ンクス店舗に設置されていた。 バンクタイメを順次、ゆうちょ銀行 ATM に転換しているほか、新規出店の店舗でもいいネット ATM では、なくゆうちょ銀行 ATM を設置しているところもある。ため、ゆうちょ銀行 ATM が設置されている店舗が、q AMPM 店舗であるかの判別ができなくなった。また、取れたてキッチン、取れたてゼニや、おにぎり、サンドウィッチなどのデリカ食品をはじめとする AM、AMPM、 ジャパンが販売元となっていた商品は合併日以降株式会社ファミリーマートへ変更されている。デリカ食品についてはその後ファミリーマート店舗と同一のものとなっている。2011年12月12日株式会社ファミリーマートは日本国内の AM、PM 全店が12月10日までに閉店したことを発表した。街中の路上店舗や オフィスビル内に構える店舗は、AMPM ジャパンの直営、または、自場系の中小企業や自営業者による、フランチャイズ経営である。ラインフランチャイジーラインフランチャイジーは、京成、東部、東急、相鉄及び首都圏新都市鉄道の5社の、沿線地域を出店の対象としたもの。エリアフランチャイジーいずれも株式会社 AMPM、ジャパンの支店を併設している。 かつての提携会社 a MPM ジャパンに関するカテゴリー、ありがとうございます。